レイナの部屋。俺の名前は熊本。今年から一人暮らしを始めた大学1年生だ。疲れた。やっとレポート終わったよ。あとは明日の講義の準備と、来週はテーマ発表もあったな。親には反対されていたが、どうしてもこの大学に通いたかったので、高校時代にアルバイトでコツコツとお金を貯めて一人暮らしの資金にするからと親を説得したのだ。大学生活を充実させていたある日、突然わけのわからない問題が起こった。今すぐ出て行ってくれ。だから意味がわかりません。ちゃんと確認してください。何度も確認したよ。でももう3ヶ月も家賃が払われてないんだ。他の人もいる手前、君だけ許すことはできないんだ。そんな、ありえません。ちゃんと毎月口座から引き落としされているはずです。大家さんの突然の話に俺は混乱していた。それに、それならもっと早く教えてくれればよかったじゃないですか。何言ってるんだ。何度も手紙を入れておいたぞ。え？俺はそんな手紙知りません。とにかく、もうこれ以上は待てない。今すぐ最低限の荷物をまとめて出て行ってくれ。これ以上話を聞いてもらうことはできず、仕方なく荷物をまとめて家を出ることにした。納得はいかなかったが、大学に通報されても困るし、あれ以上騒いで警察沙汰になっても困るからだ。これからどうするかな。所持金は5000円。食費のことも考えると宿泊費には使えないな。金もなく、行くあてもなく、頼れる友達もなく、俺はホームレスにならざるを得なかった。こんな時に限って大雨だし、荷物多いし、マジで最悪だ。君、そんなところでどうしたの？え？こんな大雨の中、そんな荷物抱えて大丈夫？正直、全く大丈夫ではなかったけど、突然現れた見知らぬ美女に大丈夫じゃないなんて言っても困らせるのが目に見えていた。大丈夫です。とてもそうは見えないけど。そうだ、この後何も予定ないなら雨が止むまでうちに来る？いやいや、そんな見ず知らずの人に迷惑かけられませんよ。見ず知らずの人じゃないから大丈夫だよ。とりあえず雨が止むまでおいでよ。俺はレイナさんの好意に甘えて、雨が止むまで家に上がらせてもらうことにした。はい、タオル使って。ありがとうございます。また雨ひどくなったね。あそこにいなくてよかったね。はい、本当にありがとうございます。女の人の部屋に入るの初めてだ。部屋も綺麗だし、なんかいい匂いする。レイナさんの話によると、レイナさんは俺の大学の近くで働いているらしく、たまに俺のことを見かけていたらしい。それで話しかけてくれたんですね。まあそれもあるけど、あの状況じゃ心配するよ。もしよかったら何があったのか話してくれる？わかりました。俺はホームレスになるに至った経緯をレイナさんに話した。追い出されてすぐに通帳を確認してみたら、口座の残高がゼロになってて、今後の生活のこともあったから親に相談したんです。そしたら、親が俺の金を引き出していた犯人だったんです。俺が頑張って貯めたお金を投資かなんかに当てるからって勝手に。そんなのひどすぎる。怒っていいし、泣いてもいいんだよ。ありがとうございます。やっぱり放っておけない。ねえ熊本くん、このまましばらくうちに住みなよ。お金が入るまで困るでしょ。結局俺はしばらくの間、レイナさんの家に住まわせてもらうことにした。すぐにお金が入るわけでもないので、下手したら1ヶ月近くホームレスをすることになってしまうと思うと、レイナさんの申し出はすごくありがたかった。決してレイナさんに対してやましい気持ちや下心があるわけではないとは言い切れないけど、早く自立するために俺は高校時代にアルバイトしていた花屋でもう一度働かせてもらうことにした。ただいまです、レイナさん。これどうぞ。わあ、綺麗。ありがとう。今日は俺のレイナさんのイメージで作ったんです。すごく素敵。この色味好きだな。毎日大学とバイトに追われる日々を過ごしながらも、時折練習で作った花束をレイナさんにプレゼントした。熊本くんのおかげで家の中が華やかになったし、一緒にいれて毎日がすごく楽しいよ。俺もすごく嬉しいです。家事など
できることを手伝ったり、お互いの生活を支え合うこともできていて、本当に居心地が良かった。いらっしゃいませ。やっと見つけた。連絡しても出てくれないから心配してたのよ。母さん、心配してたってどの口が言ってんだよ。人の金を勝手に使いやがって。だからあれはしょうがなかったのよ。投資のためにどうしてもお金が必要だったの。増えたら返すつもりだったのよ。そのせいで俺がどれだけ苦労してると思ってるんだ。もう来ないでくれ。そんなこと言わないでよ。相談があって来たんだから。この前は失敗しちゃったけど、次の投資は絶対に当たるらしいの。だからまたお金貸してくれない？バイトしてるからお金あるでしょ。この人は一体何を言ってるんだ。頭おかしいんじゃないのか。とても自分の母親とは思えない発言に怒りを通り越して幻滅した。もうこの人に何を言っても無駄だろう。少しよろしいでしょうか。店長、すみません。店の中で騒いでしまって。すぐに帰らせますから。いや、私も言いたいことがあってね。はじめまして、この花屋の店長です。熊本くんからある程度の事情は聞いていますが、彼はとても頑張っていますよ。大学が忙しいのにバイトも真剣に取り組んでくれて、本当に素敵な子です。そんな、ありがとうございます。ですから私としてもそのお話には賛成できません。え？彼に支払っているお給料は彼が生活し夢に向かっていくためのお金です。あなたも母親であるならば搾取するのではなく支えるべきなのではないでしょうか。だから投資で成功すればお金に不自由させずに済むんです。それならばその投資のお金は自分で貯めたらいかがですか。少なくとも熊本くんにそれを求めるのは不当ではないでしょうか。失礼しますね。店長、ありがとうございました。いや、余計なことをしてしまったかな。レイナから話は聞いていたから余計に放っておけなくてね。レイナさんから？ああ、レイナは私の娘だよ。今日はもう上がっていいからゆっくりするといい。まさか店長がレイナさんのお父さんだという衝撃的なカミングアウトを受け、居候している身として恥ずかしくなってしまった。そっか、バレちゃったんだ。笑い事じゃないですよ。俺いたたまれなくなっちゃって。ごめんごめん。でもお母さんのことはショックだったね。いえ、あの時に分かっていたことでしたから。熊本くん、あのね、熊本くんさえよければこのまま一緒に暮らさない？え？実は熊本くんのこと好きになっちゃって、できればずっとそばにいてほしいの。俺もレイナさんのことが好きです。本当に嬉しい。これからもよろしくね、熊本。はい、レイナさんのこと大切にします。やっと熊本と一緒になれた。高校の時に花屋でバイトしている熊本に一目惚れしてからずっとこうなることを夢見てたの。熊本を手に入れるために素性を調べたり、熊本のお母さんに投資話を持ちかけたり、大家さんからの催促状を抜き取ったり、すべてはこの日のためやったこと。自分でもよく頑張ったと思う。熊本に辛い思いさせちゃったかもしれない。でもそれも私と熊本が一緒になるため。相思相愛なら問題ないよね。マジでだるいね。僕は小一、全国にわんさかいる三軍男子ってやつ。なんでこんな僕が隣のギャルと一緒にいるのか。それは幼馴染だからだ。あ、まあまあ、まだ朝だよ。何言ってんの、朝が一番ダリーンだし。眠そうだね。当たり前だろ。ちょっといいかな。え、一軍男子亮太くんが僕に話しかけてるのか。その僕に何か用でしょうか。お前じゃないよ。俺がお前みたいな三軍男子と話すと思うか。そうだよね。そこまで言わなくてもいいのに。夏希、ちょっといいかな。
夏樹、嬉しそうだな。夏樹が変わってしまったのはそれからだった。夏樹は僕と一切関わることをやめてしまい、僕たちは無関係になったのだ。無関係というか、僕に対して無関心でいてくれるのは別に気にしなかった。だが夏樹は僕のことを亮太君と一緒にバカにし始めたのだ。でもさ、なんでこんな三軍とつるんでたんだよ。それは黒歴史だよ。なんていうか、ほらギャルにもいろいろあんじゃん。そのメンツでっていうかさ、幼馴染だし、まあ仕方なく。いやいや、メンツとか保てねえし、逆にメンツ潰れんだろ。だよね。僕が何をしたって言うんだよ。三軍は三軍らしく、そうやって小さくなってろよ。目障りなんだからさ。なんでこんなことに。すっかり教室に居場所がなくなったな。これからどうしようか。はあ、つらいな。光一くん。レイナちゃん。大丈夫？さっきのこと？うん、大丈夫だよ。本当に？さっきのはひどいと思ったけどな。でも僕は実際問題三軍男子だしさ。一緒に仕返ししようか。仕返し？うん、私もさっきの言葉は許せないもん。レイナちゃん、まずは交際しましょう。どう？それでびっくりさせましょうよ。光一くんもリア充なんだって。はい、お願いします。学校一のマドンナレイナちゃんと付き合うことになるなんて。マジ？レイナちゃんと？お父様、全然箸が進んでないようだけど。あら、あなたどうしたの？レイナ、何か報告することはないのか？え？お前の交際相手のことだ。学校でもう有名になっているらしいじゃないか。それで相手のことを調べたが。そうなのね、いいことじゃない。もうお母さんったら。紹介してちょうだいね。あの男は断じて認めん。あなた、今後あんな負け犬とは関わるな。レイナちゃん、どうしたの？あのね、私言わなきゃいけないことがあって。うん。実はレイナちゃんは自分の父親に言われたことを話し始めたのだった。僕はその話を聞いてレイナちゃんを引き止めることはできなかった。だって僕は三軍男子だからだ。じゃあ文化祭の出し物はドミオとジュリエットで決定です。じゃあ配役を。はい。はいはい、私たちでやります。ロミオが俺で、夏樹はジュリエットな。他に立候補とか。いいよね。俺たちで一緒？あの二人に何か言えるような空気じゃないし。ん？なんか目障りなのがいる。それって僕のこと？自分で目障りなの気がついてたんだ。分かってんのに堂々としてんのがやばいな。空気読めないって感じ？もうこんなことやめてよ。レイナと付き合ってすぐに別れたんだろ。レイナももしかしたらメンツとかそういうのだったのかもな。絶対そうだよ。こんな三軍男子に本気な女子いるわけねえじゃん。こんな男と付き合うなんて目腐ってんじゃねえの。数日が経った頃だった。登校した僕は驚いたのだ。なぜかクラスメートたちがざわざわとしている。何かあったのか？光一くん、なんでこんな騒ぎになってるんだ？亮太くんと夏希ちゃんが退学になったの。なんで？まあ普段の素行の悪さもあったんだけど、光一のことやレイナちゃんにひどい口を聞いたのが決定的だったみたいで。こないだの文化祭の配役決める時のこと、学校中で噂になってたんだよ。そうなの？話を聞くと、どうやらあの二人は裏でいろいろやんちゃをしすぎたようだった。学校側も問題視していたが、どうしたものかと思っていたみたいで、その時に僕への暴言が学校中に広まり、学校側も対処したという形らしい。正
直あの二人がいなくなってよかったけど、でも何か問題でもあった？いや、その文化祭の出し物どうしようかと思ってさ。いるじゃん。本当だ。そんな急に言われても。でもぴったりの配役だと思うんだ。そうだよ、マドンナと三軍男子の禁断の恋。それにレイナちゃんの家は超名家でしょ。高一は多分一般家庭だろうし。確かに僕はどこにでもある平凡な家だけど、僕たちは半ば強引に代役を務めることになったのだ。そしてレイナとは舞台の練習の時は一緒にいてもいいと許可がレイナの父親から出たのだった。じゃあやろっか。小一、そのメガネ取れるか？え、どうして？舞台の上だと照明でメガネが反射するだろ。あ、そっか。じゃあ。こんなイケメンだったとは。お前、素材は最強だったんだな。素材だけだと一軍じゃねえか。光悦か。そんな見られると。僕たちはすぐそこまで迫った劇の練習を必死にやったのだ。文化祭当日、ロミオとジュリエットの劇は順調に進んだ。そしていよいよクライマックスになった時。ジュリエット、どうしてこんな。この劇が終わったらレイナちゃんとはもう話せなくなる。このまま終わっていいのか。僕は三軍男子です。得意なこともないし、本当にどこにでもいるような人間だけど。光一くん、これセリフ違うよね。これってアドリブ？大丈夫かな。僕は本当にレイナちゃんのことが好きです。光一くん、それって本当？ごめんなさい、劇の途中なのに。でもここで言わないともう二度と言えなくなると思って。私もだよ。ずっと光一くんのことが好きだったの。でも近づけなくて、どうしていいかわからなくて、仕返ししようかって近づいたの。そうだったの？うん、大好きだよ。うわ。それからすぐに僕はレイナの父親に呼ばれた。この劇を見て考え直してくれたようだった。僕とレイナの交際を認めてくれたのだ。僕たちは学校一有名なカップルとなり、今では毎日幸せだ。光一くん、私ね、今日お弁当作ってきたよ。本当？嬉しい。最後まで見てくれてありがとう。チャンネル登録とコメントをしてもらえると喜びます。